後ろシティの話シティ。どうも後ろシティ浅間です、本日は、4月の21日、日曜日浅間の日ということで、先週急に始めた料理を作ろうということの第2回目でございます。ちょっと遅れちゃって申し訳ないです。皆さん音と、映像ちゃんと見れてるかどうかちょっとソーシャルストリームの方でリアクションをください。あ、こんばんは。こんばんはってことは絵は見えてんのかな。どうですかね。で、僕の家からの配信がなぜかちょっと不安定で途中で切れちゃうかもしれないですけども、待ってたらすぐ始まると思いますので、その辺ちょっとご了承くださいと。で、あ、今日も料理ですねってことは見えてる。絵は見えてるそう。見えてそう。あ、大丈夫です、ちゃんと見れてます。お、今日も料理、そうです、大丈夫ですと。声も聞こえてますね。あー、よかった。さあ、そういうわけで早速、前回ですね、ゴッホ向井ブルーという芸人が来まして、僕が料理を作る、アシスタントといいますかね、そういうのを担当したんですけども、その時にダイナオのナオさんはいないのかみたいな話になりまして、で、それじゃあ来週はナオを呼ぼうかなということなので、本日のゲストはダイナーのナオくんです。どうもハイボールナイト。あー、やったー、やった、来れましたね。やっと2人になれました ね、今日入ってくるなり、はいはい、もう第一声が、はい、ゴッホいないんすかね。ゴッホいないっすよねっていう。いや、追い出しに成功しました。ようやく。いや、わかんないよ。だから前回、はい、あいつはやっぱ追い倒したわけよ。そうですね、僕見てましたもん。だって卵にの卵白をね、そうだ、パソコンにかける、パソコンにドゥルッとかける。大丈夫なんですか。いや、なんとか今のところ大丈夫みたいなんだけど、そう、ちょっとあんなことして、いや、もう、でなぜか俺よりへこんでるっていう心優しいそう、そんなことがあったんで、じゃあ今回はナオがどんなことをしてくれるんだろうかみたいな。いや、もうだって見てましたけど、ゴッホはもう浅田さんの代わりも作らないし